続きましては栄新光の登場となります。父ディープインパクト、母キャタリナ、母の父ストームキャット、競争成績は15戦10勝です。逃げ切りで香港カップをレコード勝ちし、フランスイスパン賞では10馬身差の圧勝、世界の舞台で遺憾なく発揮したそのスピードを3区にもトップに伝えております。初年度3区から牝馬の G1 戦線を得意の逃げで賑わせた栄新飛天、昨年は2年目3区の栄新スポッターが2022年 JRA 最後のレースとなったファイナルステークスを快勝。これで同馬は芝 1200m では7戦4勝という好成績。3区はこれまで G2 ローズステークスでの2着が最高で、中央重賞勝ちはまだとなりますので、栄新スポッターらの3区には重賞の舞台で今年の活躍を期待しております。タネ付け料は受胎条件120万円となっております。どうぞよろしくお願いいたします。